イラリッシュマスク TV のお時間でございます。さあ今回登場するのはこちら、じゃーんじゃーんじゃーんじゃらーコンゲ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 、はい、セブン&アイホールディングスの新しいスイーツ、もちっとクリームみたらし団子、もちっとクリームみたらし団子でございます。はい、セブンスイーツアンバサダーでもありますイナリッシュマスクですからね、ぜひぜひこの新商品チェックしたいと思います。小指が立ってるイナリッシュ、早速開けちゃいます、ね、この粉物危険だよね、もうおてんば率が半端ないですからね、気をつけましょう。よいしょ、じゃじゃーん、はい、こんな感じでね、いつものようにプラスチックのカップの中に、はい、このうわー怖い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 、この真っ白なね、はい、クリームみたらし入っております。では早速いただきます。あ、うんうん、めっちゃみたらし見える、はい、みたらし団子のソース、そしてうん、うん、クリーム甘い、うん、うんうんうん、でこの外のね牛皮お餅がこのクリームなんちゃらね、クリームわらびっていうのがあるんですけど、やっぱねわらびじゃない餅、牛皮だからすごく外がしっかりしてる、うん、みたらし団子をね食べてるようなそんな感覚になります。うんうん、おいしい、うんうんうん、なるほど、なみたらしソースがあるところと一緒に、外のね牛皮お餅を食べるとみたらし団子ね、ない生クリームのとこをね一緒に食べるとクリーム大福みたいな感じで、こういろんな味が楽しめるね、そんなね、やつでございました。ちなみにこれね見て、今ないでしょね、これもちっとクリームみたらし団子ね、クリームね、ようみたらし和ということで、和と洋のコラボレーションでございますのでね、はい、和と洋相反するコラボレーションなので、ブラマイゼロでございます。だから見た目こんな感じ、はい、ぜひぜひ皆さんも気になったら食べてみてください。というわけでございまして、今日はセブン&アイホールディングスもちっとクリームみたらし団子をご紹介いたしました。インウィーシュ、皆様のチャンネル登録お願いします。あーすげー、おてんばしすぎて、ちょっとマスクのね、口元が、薄汚れてきとるね、これね。これもうちょっと湿気の多い時期だから、ほっとくとあれじゃない？キノコとか生えてくるんじゃね？イナリッシュ！